現在9月6日の13時56分なんですけれども3日前の9月3日に「マリオ35周年」という告知が急にされてその中でゲームウォッチスーパーマリオブラザーズここ見えるかなマウスとあとマリオカートライブホームサーキットの2種類も発表されたあと n i n の公式の e ショップで販売が開始予約が受付開始になってもうすぐに完売したっていう。 状態だったんですよねそこから3日後の6日なんですけどこのレシートはすいません昨日の昼の時間なんですけど無事予約できましたゲオなら余裕ですよっていうのを。 説明したいんですちょっと一日前で申し訳ないんですけど、多分今日でも余裕なんですよね。なんでそう余裕かって思う話とかもし,としようかなと思ってますけど、その前にさ、昨日なんで俺この動画撮ってないのって言ったら、撮ろうとしたんですけど、ちょっと思ったより飲み放題で飲みすぎて、あの帰ってきてつらかったんで、ブログだけアップして、寝て今日撮ろうと思って今撮ってる時に、そのブログを開いたら、いつもよりアクセスが10倍あったんで、予約したいんか転売したいんかわかんないですけども、見る方がいいと思います。えっと、 見る方がいいっつっても、これでも誰でも知ってるかもしれないですけど、タヤとかゲオって余裕で予約できるんですよね。そこにもしなかったら、デパートとかのおもちゃ屋さん行けばもう余裕なんで、アマゾンとか楽天、今から見せるけど、他系のを買う必要は全然ないんで、落ち着いて行ってください。ただ、1人1個しか予約できないんですよ、そういう時って。だからゲオ2つとか、もし欲しい人がいたらね、コレクション。 スタイ2つとかいけばいいんですけど、このマリオライブホームサーキットに関しては、ちょっと難しいんですけど、マリオセットとルイジセットがあるんで、これは1個ずついいでしょうっていう交渉をしたら、もちろんいいですよみたいな感じだったんですけど、もちろんいいですよっていう感じの人は、全くマリオカートが出ることなんて知らない素振りです。いつもそうなんです。ゲオとかで僕予約しますけど、ラボなんて出るの リングフィットアドベンチャーなのって出るのっていう顔ないって、だから素人やで余裕で予約できるっていうか、予約しに来られて慣れてないから大丈夫、予約できるよっていう枠があるよってことも僕伝えたいですね。ただ本当はネットで買った方がもちろんね、僕もケチ屋からその瞬間に買わなかったのを公開してるぐらい、綺麗な箱で届くから、ゲオの場合、店員によっては箱をぐちゃぐちゃにするから、そこはちょっとあれなんですけども、まあ今から買いたいっていう人はゲオ行けば余裕ですよってことですね伝えも同じでよね。 でもねねこれね昨日ちょっと話逸それるんですけどあのいつもさスマホに僕 URL 貼っていくんですよ検索にすげえ時間かかるから素人やからあっち。であのこれですよつって見せた時にマリオとルイージがあるからこれは1本ずついいですよね1人で2ついいですよねって言ったんですけどいいよってなってでその後これね4人でできるんですよつって。 4人の場合これだって4人買わないと僕1人で4人でやりたい。1人で4人でやりたいってどういうことかわかんないですけど。4人でやりたいのにこれマリオセット2個とルイージセット2個予約はできないんですかで 4P できるっていうサイト見せながら言ったら無視されるっていうね。そのくらい素人なんで予約は余裕でできますということです。えーっと、行きましょう。これね、アマゾンのページを今ちょっと待ってください。どういう感じやろうかね。これが、えっと、マイ・ニンテンドアストア。 インテンドーストア5478が低下ですぐに売り切れてましたで楽天1万1000円超えてますアマゾン2万5000円超えてますこれねこれあくどいなと思うのがアマゾンも楽天もプロじゃないと出品できないんですよだから多分おもちゃ屋さんとかが出品してると僕は予想してます僕の,あの知識も完璧じゃないんで間違えてたらごめんなさいですけどあと僕昨日ねちなみにヤフオクとかメルカリも見たけど800 全然誰も出してないですよね。ちょっと昔やったらレシートで予約できましたって僕のさっきの写真みたいなやつを出してる人いませんでした。あれも禁止されたんかなわかんないですけど。禁止されたとて予約した後にすぐ売れば転売はできるかもしれないですけど、僕はしないですけどね。で、いきましょう。で、マリオサーキットが、えっと、マリオセットと類似セットがあって、もちろんニンテンドで同じ値段なんですけど、 ル似ジセットがすげえ人気あるみたいですね。で、楽天で見ると、こういう値段になってて、これはでも限定ありって書いてあるんですよ。ただ限定が何か書いてないんですよ。めちゃくちゃやばくないですか。で、次いきます。これ、これがル似ジセットが2万4000円ですね。ちょっとマリオ、これページ出したいんですけど、マリオセットの方が安かったかなと思いますね。はい。こんな感じですね。これ何やったっけ。これはアマゾンの、えっと、マリオカートの、あれですね。えっと、アマゾン限定がついて2万。 2290円ですねそんな感じですだからゲオと伝えに急いでくださいっていう話で知ったあとあと横に見てこ,っこちらからも購入いただけますって書いてあるやろ全員この値段で売ってんだよねだからゲオに行ってください